本当にラスカルさんタッグ組めてやれたことがすごい一生ものだなって思う。もう感動す。めっちゃ早いですもん、山上さん。よっしゃー、ありがとうございます。よいしょじゃあ、サクッと始めちゃいますけど、大丈夫ですか。はい、はい、お願いします。はい、では、始めさせていただきます。はい、5、4、3、2、1スタート。
10分経過です。残り5分です。2分です。
ちょっと分が悪いなってやっぱ正直最初に思ったのがやっぱペヤング、やっぱ麺に関しては山根さんめちゃめちゃ強いので、あの量でペヤングやったら本当多分0コマ何秒の差で本当勝つか負けるか、具合的にはちょっと難しいかなっていうちょっと考えがありましたね。温度がうまくはまれば勝てると思ってます。多分10、9、10、11秒あたり。温度はちょっと熱すぎても口に入れれないし、冷めすぎると逆にこう喉を通っていかないんですよ。その絶妙なペヤングってタイミングが僕はあると思ってて、その冷えすぎないで熱すぎない、その個人差あると思うんですけど、その熱く感じない、熱く感じないぐらいのところで食べるのが一番タイムが僕は出ると思うんで、はい、そこですね。大丈夫です。カレーに関しては、まあ、残りの最後書き込みとかも含めて30秒いくかいかないか、20秒から25秒ぐらいなんじゃないかなと思って、最後のかき集め、そこのご飯のちり具合がうまくいけば同じぐらいのタイムになるかなと思ってます。完全に自分の自信ですけど、そこに関しては負けないから、単純に今まで何回かやってきた中での経験と飲む力に関しては多分俺の方が上なんじゃないかなとは正直思ってます。
毎度おなじみ天の声です。今回紹介するのは薄毛治療のプロフェッショナル神話クリニックさん。あの大食いファイターのマックス鈴木さんも自毛植毛手術を受けられたクリニックさんで、見事髪の毛を手に入れた後さらなる増毛を求め2度目の手術も受けられるそうです。自毛植毛の効果で変化が一目瞭然。少しでも悩んでる方がいらっしゃいましたら、ぜひ無料のカウンセリングからでも相談してみてください。薄毛治療の神話クリニック、5、4、3、2、1、スタート。はい。
くまでに終わらせるんで。ゆっくりだよ。随分卵完食してみてましたね。横で食わっていってめっちゃ早く食べてくれるとなんかこうすごい安心感というか一気にこうすごい気持ちが高まってまたペース取り戻しちゃうんですよね。多分一人で食べてたらこんなペースで食えなかったと思うんですけど最後とか逆に自分がちょっと早くなったぐらいで本当にチーム戦っていいなって思いました。泣きそうっす。どうですか数年ぶりの山上さん隣にしてるのまだと。いやもう感動す。めっちゃ早いっすもん山上さん。いやなんか
もう本当にもうだって横見たら卵しかないですよ、あとこっちもいやだって完食して終わりっていう時に隣もう卵しか残ってなくて自分のところ残ってたらもう頑張るしかないじゃないですかこれ食べたら勝ちだってなったらもうやっと勝てたって思ってやっと勝てたありがとうございましたありがとうございましたはい、5秒前4、3、2、1
30秒。
はい、毎度おなじみ天の声です。今回紹介するのは薄毛治療のプロフェッショナル神話クリニックさん。あの大食いファイターのマックス鈴木さんも自毛植毛手術を受けられたクリニックさんで、見事髪の毛を手に入れた後、さらなる増毛を求め2度目の手術も受けられるそうです。自毛植毛の効果で変化が一目瞭然。少しでも悩んでる方がいらっしゃいましたら、ぜひ無料のカウンセリングからでも相談してみてください。薄毛治療の神話クリニック。そこテーブル落ちて食べても大丈夫ですけど、一応はい、タイムコースになるのであればあれですけど、はい、はい、テーブルであれば大丈夫です。じゃあ行きます。ストップ忘れないように。はい、集中。超緊張した。うわぁ、結構量ありますね、これ。30g
マジ？カレー。
伝えさせてもらいます。はい。全負けしてる。全負けしてるね。いや、70こんなもんじゃないですよ。